球界の番長、大きな体と風貌から豪快でやんちゃな印象が強い清原和博、首位打者、本塁打王、打点王の獲得経験がないことから無冠の帝王と言われながらも、通算525本塁打を放つ長打力、甲子園で13本のホームランを打ち、甲子園は清原のためにあるのかとまで言われるカリスマ性、通算サヨナラ本塁打と通算サヨナラ安打が歴代1位の勝負強いバッティングから、お祭り男と言われる愛されキャラ、清原伝説は見る人を楽しませてきました。そんな清原が現役時代に一番苦しんだシーズンがあります。それが堀内恒雄が率いる2004年から2005年の巨人時代です。堀内は現役時代、新人王、沢村賞、最多賞など数々の賞を獲得し、200勝を達成しているレジェンドですが、悪太郎という異名がつくほど態度が大きく、口が悪かったことで有名です。この球界の番長と悪太郎にはとても大きな確執があったと言われています。今回は清原と堀内の確執にまつわるエピソードをご紹介します。堀内が監督になると清原に早速仕掛けます。シーズンが始まる1軍のキャンプから2軍へと降格させたのです。1軍は暖かいグアムで最高の環境での練習ができます。しかし2軍はまだ2月の寒い宮崎県、宿舎は2軍選手と一緒、朝6時半からの散歩は義務、練習する球場は当時はブルペンも建設途中でろくに設備が整っていない状況、あまりにも惨めな待遇に腹が立った清原は、2軍は監獄に入れられているみたいやったとチーム内で不満をぶちまけていたそうです。それもそのはず、実績を残しているベテラン選手がまだ名もない若手と同じ待遇を受けているためです。ではなぜ堀内は監督就任早々に清原を冷遇したのでしょうか。それは1998年札幌丸山球場での出来事だと言われています。当日行われる予定だった試合が雨天中止となったため、選手は練習で調整することとなります。しかし豪雨にもかかわらず、巨人のコーチ陣は選手たちにランニングを命じます。そして選手が戻ってくると、巨人のコーチ陣はベンチ裏でカレーを食べて談笑していました。これを知った選手たちが清原を筆頭にコーチ室に怒鳴り込み、当時ヘッドコーチだった堀内に文句を言うと同時に、パイプ椅子などを投げる蹴るなど暴れ回ったそうです。清原と一緒に怒鳴り込みに行った河合雅弘が堀内に殴られ、後に札幌カレー事件として語り継がれています。これがきっかけで両者には確執が生まれたとされています。しかしランニングの指示は、雨でも球場に来てくれたファンに選手の姿を見せてあげようというファンサービスだったと言われています。さらにこの時代の清原はそれなりの成績を残していたかもしれないが、グラウンド外の行動はとても褒められるようなものではなかったことも清原が冷遇された一つの要因です。実際に2001年、それを象徴するような出来事が起きます。年末の格闘技イベントに試合出場するとの噂が広まり、清原もその気になって一気にヒートアップします。最終的に試合には出場しなかったものの、真相確認に追われた巨人サイドを大混乱に陥れたのです。格闘技の試合にプロ野球選手が出場すれば、当然のように怪我のリスクも伴います。仮にいくらリップサービスの部分が強かったにせよ、プロ野球に所属する主力選手としてはあまりにも軽率な行動です。さらに遠征先では毎晩のように豪快に飲み歩き、チーム内で若手の模範となるどころか秩序を乱す存在となっていました。これらのチームの害とも言えるような行動の数々から、巨人へ移籍した頃から日焼け、短髪、ファッションなどに変化が出始め、番長のニックネームが定着するようになったのです。巨人からすればチームの害であったにもかかわらず、ファンからは番長と呼ばれて絶大な人気と熱烈な支持を得ていました。これに歯止めをかけようとしたのが、2004年に巨人の監督に就任した堀内なのです。ですので堀内監督はチーム内で害となっていた清原のイメージ改革に乗り出し、就任早々から報道陣に清原を番長と呼ぶなと訴えています。しかしその試みはあっさりと失敗します。清原人気が一向に衰えず、各メディアも番長のニックネームを使い続けました。また清原を2軍へと降格させた際に、清原軍団と呼ばれているベテラン元木大輔、後藤浩二もいました。堀内はこの清原軍団も解散させようと試みていたのです。
これらの出来事が清原との溝を深めることにつながり、清原と堀内の関係はどんどん悪化してしまうのです。清原は堀内が監督就任1年目には巨人の選手では落合以来6人目の通算2000本安打を達成します。しかし出場試合数は激減、成績も打率2割2分8厘、安打数23、本塁打12、打点27と低迷します。この年に記録した安打数23本、打点27の大部分が本塁打によるもので、確実性に欠けるシーズンでした。チームの外となっていた清原が成績も残せなくなり、シーズン終了後に堀内は清原の他球団へのトレード放出や戦力外通告を考えていました。しかし清原が堀内の戦力構想から外れているということが判明し、世間へ報道されると巨人ファンは黙っていませんでした。実際に2004年11月23日ファン感謝デーで挨拶をしている最中、ファンから清原コールを起こされます。堀内はこれに、監督が挨拶しているのにそういう失礼なことをする、これはもう巨人ファンとは呼べないと激怒します。これ以外にも試合中に清原出せコールや清原信者という看板がスタンドに上がるなど、清原と東京ドームの一体感は凄まじいものがありました。しかしこの巨人ファンの清原コールは、堀内の清原を戦力構想から外すという考えを強めてしまいます。そしてある日、ついに清原への戦力外通告が告げられます。清原は2002年から4年契約をしています。ですのであと1年残っている中での戦力外通告でした。さらに通常このような大事な通達は監督や GM から告げられる場合がほとんどです。しかし清原に戦力外を伝えたのは、当時巨人の役職には何にも属していない長嶋一茂からでした。来季の巨人軍に清原君の居場所はない、西武の堤さんが心配していて、そんな扱いをするなら西武に戻してくれと言ってきていると長嶋一茂に言われると、清原の巨人への怒りが爆発します。そしてなんと清原は球団の幹部に直接電話し、その後球団事務所に乗り込んだのです。この時の心境を清原は、こんな裏口から押し出されるようなやり方は納得できなかった、移籍するにしても引退するにしても出る時は正面玄関から胸を張って堂々と出ていきたかったと後に語っています。編成権は監督にあるのかフロントにあるのかと直談判しに行った清原、この感情的とも思える清原の行動は実は戦略だったのです。事前に清原は懇意にしていた一部朝刊スポーツ紙に巨人のオーナーへ直談判することを裏情報として流していました。そしてその当日に新聞一面に掲載される用意周到ぶりを見せます。これにより大々的にアドバルーンをぶち上げることでファンの同情を買う狙いは見事に成功。清原は堀内だけではなく巨人も同調していたはずの自らのトレード話と戦力外を急転直下で撤回させたのです。しかしこんなことをされては巨人も黙っていません。一選手が球団に押しかけ直談判などもってのほかと謝罪会見を要求されます。そして清原はその会見で、泥水を飲む覚悟で戦うと、巨人の選手として来年も戦うことを誓い、巨人に迷惑をかけたことを謝罪しました。しかし腹の中は煮えくり返っていました。この悔しさを体に刻み込むために入れ墨を入れようとしましたが、入れ墨は母親の反対にあって断念します。そして代わりに200万円以上もするダイヤのピアスを両耳につけて試合に臨み、2005年のシーズンを迎えたのでした。結果的には残留することができた清原、しかし堀内だけではなく巨人とも溝ができてしまったのです。両耳にダイヤのピアスをつけて臨んだ2005年シーズン、清原は思うような結果は出せていませんでした。そんな中、前代未聞の騒動を引き起こします。試合前に打順が7番であることを当時の山本浩二ヘッドコーチから伝えられた清原は納得せずに激怒したのです。ベンチでおもむろに携帯電話をかけながら、受話器の向こうの相手に、今日な7番やで、7番阿部より下やと、これ見よがしに記者の眼前で叫ぶします。そんな最悪の雰囲気の中、試合に臨みます。そして試合では4回に本塁打を放ち、ベンチ前で迎えた堀内監督や選手、コーチの出迎えを完全スルー。これが
ハイタッチ拒否事件と清原と堀内の確執を表す象徴的な出来事として語られています。この時清原は球団広報を通じて怒りの一発やと怒りのコメントを口にしています。しかしこのハイタッチ拒否事件は清原自身の首を絞めてしまう結果となります。ベンチのムードは劣悪になり、チームへの忠誠を誓って残留したはずの清原自身も孤立してしまいます。そしてある日、憎き堀内から清、残り試合は若手で行くからもう出番はないと告げられます。左膝半月板除去の手術を受けるためという名目で2軍降格。まだシーズンの途中だというのに清原はロッカールームの荷物をまとめたのでした。結果的にハイタッチ拒否事件は清原の功績を認めつつ、巨人が清原と来季以降の契約を結ばない判断を下す決定打となってしまいました。いいようにして清原に引っかき回された巨人は2005年も3年連続で V 立し、8年ぶりの B クラスとなる5位へ転落。清原を出さないことや2005年のこの結果に、東京ドーム最終戦ではお前が悪いぞ堀内というコールがスタンドから起こり、試合後のセレモニーも中止にせざるを得なくなるなど、ファンからも厳しい扱いを受けました。堀内は就任から2004年と2005年の2シーズン、一度もリーグ優勝を果たせないまま辞任に追い込まれました。そしてとうとう清原も同年限りで契約を更新されず、東京都内のホテルで戦力外を通達されてしまいました。これを伝えたのは長嶋一茂ではなく球団オーナーから伝えられました。結果的に同時期に巨人から退団した2人、ある雑誌で監督退任後の堀内は清原に対して、清原は野球に向かない、団体競技である野球に進んだのが間違いと猛烈に批判しています。一方の清原もある番組では独裁的な監督と批判。さらに堀内が参議院選挙に出馬した際には、堀内あんなやつが政治家になったら日本も終わりじゃ、巨人もまとめられんかったやつが何が国会議員じゃと怒号を飛ばしています。まだまだ2人の溝は深そうですね。番長と芥太郎、今後この2人の共演はあるのでしょうか。清原監督&堀内ヘッドコーチや番長と芥太郎のダブル解説なんかが実現すると、球界はとても盛り上がりそうですね。